ははい皆さんこんこにちは教育界の佐田雅史藤原です去年の石垣の g 1サミットでは下村大臣を迎えてですね、えー、武雄で佐賀県の武雄市でこれからどんな教育が起こるかともうこの4月から、えー、武雄花丸学園というのが誕生して私の後和田中の校長をやりました城田君が校長で行きましてですね、えー、反転事業といって、えー、タブレットを全員に持たせて、えー、あらかじめ動画で 理科ででもも算数でもです、ね、予習を家でしてきてそれを学校に来たらみんなで一緒になって議論したりあるいは分かった子が分からない子に教えたりというそういうです、ね、非常にアクティブな、ね、そういう学習が起こるような。 そういうい教育改革が起こるということをお伝えしたと思います。で今年はまた島村大臣を迎えまして2020年の入試改革ですね大学入試がどう変わるかこれもですね知識をただ単に詰め込んで記憶力を伸ばしてあげればいいという教育ではなくてですねそうではなくてもっとアクティブラーニングっていうんですけども自分が主体的に学んでいって問題解決能力を磨く思考力判断力表現力を高めながらクリティカル・ティンキングと言いますよね複眼思考 一つのことをこっちからもあっちからも見れるようなそういう問題解決能力を養うようなそういう人材をそういう人材を育てたいということで入試がまだ まず変わるわるけですよねでそれによって高校の教育がどう変わるかとこういうことを今年は議論します、えー、これからですね10年ほどこのアクティブラーニングという主体的にコミュニケーションしながら学ぶブレストやったりロープレイやったりですねそれからディベートやったりそして最後は自分の意見をプレゼンする子を育てようと自分の意見をちゃんと発信できる子そして人をそれによって動かせる子を育てようという、まあ、リーダーシップ教育、えー、まあグロービスがやってるリーダーシップ教育にもつながるものは とと思いいいまますすけれどもそううう人材育成というのがこれからキーになりますアクティブ・ラーニングというのはこれから文科省が10年かけてですね教育の手法をぐわっと動かしていきますのでそれがどういうものなのかを知りたい方は是非ですね私が書きましたこの本「たった一度の人生を変える勉強をしよう」というこの本を読んでいただければ「アクティブ・ラーニング」というキーワードが分かります。ここれれから私はこれを 世界に向けてです、ね、発信していこうと思いますのでぜひよろしくお願いします。